ちは、葉月ひまりです。今日はね、何をするかと言いますと、ユニバーに行く RWM を撮っていきたいなと思います。暑くなってきたということで、夜までね、崩れない完璧なメイクを皆さんにご紹介したいなと思ってますので、ぜひ一緒に準備しながら動画を見ていってください。これね、今何のパックをしてるかというと、ボンジョンヨのモイストアップレディスパックを使ってます。メイクをね、崩したくない日はもう必ずこのパックをするんですけど、これするだけでマジでベースメイクの持ちが変わってくるので、お肌ほてってるとあかんから冷やすといいらしい。はい、ということでまずこちらの日焼け止めを使っていきます。最近暑すぎてぼやけてくるんやろうなっていうのがバリわかる。日焼け止めって塗り方あるんかな。塗り直さないとあかんって言うやん。余裕で塗り直せる。はい、日焼け止め塗れました。これおすすめすぎるねんけど、ジョンセンムルのクリームかな、これを使っていきます。もうこれがマジでやばい。ちょっと高めやねんけど、崩れ方が全然違う。ファンデーションの付き方とかも違うの。ジョンセンムルとか気になってるかもみたいな人、これさっき買った方がいい気がする。神的商品って感じ。カラコン忘れてたんで、チャンスのカラコンステーブルグラスですね。ちょっと先につけます。馬は一番最初につけた方がいいと思うんだけど、可愛すぎるこのカラコン。大好き。勇気をくれるカラコンですね。ジョンセンムルのトーンバランシングベースを使っていきます。これもめちゃくちゃ綺麗。でもさ、私が買った時さ、1個しか店舗になくて、色味が若干暗いんですよね。これもしかしたら他の色もあるんかな。これも一応 SPF 入ってるから、日焼け止めなくても大丈夫。このロージーローザのブラシで伸ばしていきます。めっちゃ綺麗やで。これも伸ばしたらカバー力があんねんな。ベースやのに。ベースメイクってつけたてすごい白いけど、時間経ったら馴染んでくるみたいなあるやんか。これ逆につけた瞬間から暗いなってなってるからさ、夜とかなってきたら暗くなんねんな。それだけがちょっと色味改善したいって感じ。全体に伸ばしてパフンで叩いていく。はい、こんな感じで結構カバー力あるくない。メイクアップフォーエバーのファンデーションを上から重ねて塗っていきます。このファンデーションマジですごいで、説明会みたいなのに参加させていただいて、このファンデーションの良さみたいなのを聞いたんですけど、マスクのこすれとかでさ、めっちゃファンで崩れてたやん。すごいファンデーション難民やって。私もどうしたらいいんやろみたいになってる時に、これをね使わせていただいたんですけど、コスメ会社の本気を感じた。いろんな会社の説明会みたいなの聞かせていただいたんですけど、その中でもこれがめっちゃすごいなって思ったのが、平べったいゴムみたいなのにもともとあったファンデーションとこの進化したファンデーションを塗って、で伸び縮みさせたりしてたんやんか。にって笑ったりした時にさ、このほうれい線の部分とか摩擦とかをゴムで表現してたんですよ。そしたら前までのやつなんか他の会社のやつなんか分からんねんけど、それはすごいひびがいってて、これは塗ったそのまま密着度がすごすぎて動きと一緒についてくるみたいな感じ。ほんでそこにさ、霧吹きとかやって汗とかにどんだけ強いかみたいな、もうめっちゃ弾いとって本気を感じた。こんなに真剣になって考えてくれてるんやみたいな思って、なんか感動した。これずっと使ってんのにいつなくなるんやろって思うもん。めっちゃ少量で伸びるからカバー力あるし、クッションファンデもいいけどリキッドの方がコスパいいなと思ってきた。私ジム通い始めたの。ジムってめっちゃ汗かくやん。動画撮った後にジム行ったりすんねんけど、このベースメイクしとったらもうマジで崩れへんくてびっくりしちゃう。これフォレンコスのコンシーラーを使っていきます。これもさ、すごい変わってて密着度高すぎて、ちょっとでも時間置いたら動かへんねん。そっからこんな感じで塗ってて、こすってもうやばくない。いつも通りさ、コンシーラー置いて使ってたら、どうしよう取れへんみたいな。マジでカバー力高すぎるから、ちゃんとカバーしたいみたいな人におすすめ。こうやって塗ったらすぐにチャン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 って手で一個ずつ隠していきます。ニキビ跡がすごくてさ、結構目立つんですよね。部分的に隠していくっていうのがおすすめなやり方ですね。私小鼻の赤みが一番さ目立つから、ここもしっかりと隠します。先に手でポンポンってなじませてから、スポンジでポンポンって
でね、今まであんまりなかったんですけど、普通のコンシーラー塗ったら粉吹くぐらいカサカサになることが多かったので、コンシーラー変えてみたらすごい良かったやつがあって、この&Bのコンシーラー、ちょっとオレンジっぽいやつなんですけど、このねスティックコンシーラーに変えてからめっちゃ良くて、結構テクスチャーが柔らかめで油分が多いんかな、乾燥しづらいのかもしれないです。クマ隠すのにすごい最適だなと思って、こんな感じで塗ったらスポンジで抱き込んでいきます。このコンシーラーに変えてから割とナチュラルにクマ消してくれるし、サガサにならんくなったからよかったって思って、マジでさ目の周りめっちゃ乾燥すんねんけど。最近カバーできたらナーズのねパウダーを全体的にはたいていきます。寒い時期は割と何でもいいんですけど、夏だけはベースメイク金めっちゃかかる。一回揃えちゃえばなんとかなるかも。安いので済ましたい子はベースピのクッションファンデめっちゃおすすめ。こんな感じで全体的にパウダーはたいたら、私いつもやってることがあって、このジュディードールのこの色を取って頭の部分をね三角に色を塗って、口のもたつきがいいなるところハイライト的な感じで仕込みます。これもマジで大事。鼻筋とかにもちょっと高く見せたい位置にね先に乗せておきます。すごい私、まあ、喋り方が変かもしれないんですけど、矯正が進んできまして、口閉じれへんし喋りづらすぎてちょっと変になってるかも。頑張ってでも喋ります。眉毛はアンドバイロム&のアイブロウペンシルを使っていきます。最近これ結構動画に出てる気がする。ローソンとロム&がコラボしたじゃないですか。これのやつやねんけどマジで描きやすすぎて、これでね眉毛を描いていきます。平行眉なんですけど、眉頭が多分一番太くて眉尻にかけてちょっと細くなる感じ。そうすることで顔の中心に目が行くようになるらしい。遠心顔の人とかおすすめ、私みたいな。眉マスカラはキャンメイクのやつ使っていきます。最近さ眉マスカラ難民すぎて、眉マスカラ何がいいか分からへんねん。なんかおすすめありますか？あんまりドバッと使えへんやつ。ジュディードールの右上の色でノーズシャドウを描いていきます。ノーズシャドウの描き方とかショートにのせてるのでやってみてください。ユニバさ雨らしいねんな。めっちゃテンション下がんねんけど、雨の日のユニバってどう？あんま行くことなくない？関西の人はまた別日でええかってなりますよね。今月韓国行くんですよ。パスポート持ってなくてね、取りに行った時にあかんやし、あんまメイク濃くしたあかんやん。私いつもさ絶対カラコンはするしメイクは濃いしで、もうそんなんで写真撮るの絶対嫌やねんけどって思っててんやんか。やねんけど、すっぴんで空港行くこともあるやろうし、そこまでさ自分とかけ離れたさメイクをしちゃうと通らんかったら嫌やしと思って、結構薄めでね行ったんですよ。写真撮ったらさまさかのめっちゃ漏れててんな。最近あるやん韓国風のさ漏れる写真撮ってもらうみたいなあるじゃないですか。あれにしようかなって迷ったぐらいほんまに嫌やってんやんか。普通のところで撮るのがお姉ちゃん漏れへんみたいな言っとったから期待してなかったんけど、まさかのめっちゃ漏れてさ、てか見てほしい。確認しようかと思うレベルで漏れてん。需要ありますか？照明写真でも漏れるメイクみたいな。私あの免許持ってるからさ、免許の写真やばかったからな。真っ黒の服で行ってん家みたいになってな、これやばないみたいな。楽しみ韓国。今回普通に友達と行くので動画回すとかはないんですけど、多分もう一回パスポート取っちゃったら行きまくると思うんですね。もしあの韓国でおすすめのところとか行ってほしいみたいなあったら教えてください。アイシャドウはこのウェイクメイクを使っていきます。でインスタでね一回お仕事でちょっとご紹介させていただいたんですけど、冗談抜きで良すぎてこれしか使ってないねんけど。あ、待って、もういつも忘れる。キャンメイクのベースを先にまぶたに仕込んでおきます。これも大事よ。アイメイク綺麗な子みんなさアイシャドウベース使ってる子多かったわ。発色がめっちゃ良くなるんやと思う。ってことでこのアイシャドウ使っていきます。パーソナルカラー別に作られてるアイシャドウパレットなんですけど、私はブルベ冬なので06番を使ってて、もうねドンピシャやね色が。ピンク色を取っていきます。これをまぶた全体に塗ります。良すぎてさ、ほら発色もめっちゃいい。質感とかもめっちゃ好き。これマットな感じが
今まで使ってきたアイシャドウの中で一番自分にフィットした。そりゃそうやんな、合わないわけがないですよねしかもさ、私どっちかわからんみたいなあるやんか。どっちの人でも使えるアイシャドウとかもあんねん。これよくない？捨て色がないねんな。アイシャドウパレットとかってさ、これ絶対使わんやんみたいな色1個は入ってるやん。それがない。もう気分に合わせて色味変えれるから、まずこれ1個持っとけば濃いメイクもできるし、今日はちょっとナチュラルにしたいなって思った日はナチュラルのメイクもできるから、ベタボメやんって思うよな次に下のちょっと濃い色を目尻に塗っていきます。濃い色入れることによって切れ長のね目に見えるので、でこのボンジョンヨの涙袋ペンシルを使っていきます。うんって顔して涙袋の、ね、上にこれを塗っちゃいます。で綿棒でちょっとぼかす、こんな感じでやったら、上からねアイシャドウを重ねていくんですけど、自分の肌の色に近い感じの色を取って今塗ったとこの上に重ねます。そしたらめっちゃ自然にさ涙袋ができて、タンクアイドルみたいな感じ。右下の色を細い筆に取って涙袋の線をね描いていきます。この線マジで大事、めっちゃ目でかく見える。ちょっとアッシュ系のアイシャドウで描いてあげるのが一番ねナチュラルに作れるんじゃないかなと思っております。同じ色で目尻3分の1にも影を入れていきます。筆をねどこで買ってますかって質問いただくことが多いんですけど、これは9点で買いました。何年も前に買ったやつやからさ、調べたらページがなくなってたんですけど、普通に9点で筆で調べたら同じようなやついっぱい出てくる。目頭のところにも下側若干影を入れていきます。そしたらこのティルティルのねピクサーを細い筆にかけてちょっと湿らせます。湿らせた状態でこの濃いねアイシャドウを取って目頭にくの字でラインを描いていきます。アイライナーで私ずっと石灰ラインを描いてたんですけど、涙の量が多いからか目やにみたいになんねんな。アイライナーで石灰ライン描かなくても意外と目って寄るんですね。日々研究。こんな感じ結構寄って見えますよね。で粘膜のとこはキャンメイクのクリーミータッチライナーのブラックを使っていきます。鏡下に持って埋めていく。粘膜埋めるのマジで大事。はい、こんな感じです。できたらアイライナーの中で一番崩れないのはカラーキーだと思ってるので、カラーキーのアイライナーで目尻を描いていきます。最近はなんか跳ね上げよりもちょっと垂れてる方が好き。目尻に沿って下ろす方が好きですね。下に下にやってます。なんかねカメラの奥で観客がおんねんな、ずっとめちゃくちゃ見て顔がおもろい、反対側も。でもやっぱこうやって見たらさ石灰ライン足りひんって思っちゃう。 あかんわ、やっぱ石灰ラインいるわ。逆に石灰ラインの方がナチュラルなんだが。じゃあまつげ上げちゃいます。まつげもね最近動画にしたの、マリークワントのビューラーがもう良すぎてマジで上がる。根元だけねキュキュキュって。マスカラはね動画でもご紹介したんですけど、キャンメイクのクリアマスカラの方とブラックの2色使いしていきます。まずこのマスカラ下地からですね使っていきます。コメントでさマスカラ下地使うと白くなっちゃうんですけどみたいなコメントをいただいたんですけど、多分ね塗りすぎかマスカラでちゃんとコーティングできてないかの2つだと思います。下地なんでそこまでベタ塗りしなくてもさささっと塗るだけで OK であって、量とかはそこまでつけなくても大丈夫だと思います。あとはねやっぱり根元からしっかりとマスカラとか塗れてなかったりしたらコーティングできてないから時間が経ったら白くなってるのかも。私はねそこまで白くなったことがなかったのでちょっと調べてみたんですけど、まあ、そういう感じかなって思いました。マジキャンメイク様様やねんけど、ほんまにありがたいプチプラでこんなに画期的商品作れるの天才じゃない？めっちゃ安いで、だってこれどれ使ってもこのねマスカラが一番いい。マジで絶対まつげ褒められるもん。やっぱコスとか使うようになってからの方がキャンメイクの良さ分かったかも。
セザンヌとか、やっぱりデパコスはさ、パッケージとかが可愛いから高級感があってね、すごい持ってるだけで気分が上がるっていうのもあるんですけど、必要性を考えたらこの2つのブランドってめっちゃレベル高いな感じです。このウォンジョンヨンのグリッターをね塗ります、涙袋に。もう目頭側、ウォンジョンヨンとシピシピがコラボしてるやつかな、これマジでいい、狙ってない感じのグリッターが可愛くて。はい、こんな感じでアイメイクは完成したので、次チークですね。チークもこれめっちゃよく出てきてますよね、 3C のこの2色、ヌードピーチとシティ、なんて読むんだ。まずこっちの若干オレンジっぽいチークを先に塗っていきます。なぜね先にこのちょっとオレンジっぽいチークを塗るかというと、頬の部分ってちょっと赤みがあるじゃないですか。私はこの赤みを完全に消しきってないので、それに近い色を先にチークにのせることによって頬の赤みがね気にならなくなるんですよ。エク崩れとかして頬の赤みが出てきちゃってもそこまで赤みが目立たないっていう裏技ですね。私はこの頬のここの部分が一番赤み強いので、ここを一番濃くして、あとは横に広げる感じ、結構がっつり入れてる。入れたら次こっちの濃い方を筆に取って、中央部分ここにサササーっと重ねます。で残ったやつで顎、次リップ塗る前にこのキャンメイクのクリーミータッチライナー09番で唇の形をね縁取っていきます。これもやり方はショートでご紹介してます。これするだけでマジでね唇の形綺麗になるの。これアイライナーなんで気になる方はリップペンシルとかでやる方がいいと思います。でリップなんですけど、ナナコちゃんがプロデュースしてこのルルシャルムのリップをいただいて、噂でこれがマジで落ち品みたいなの聞いたので、これ使っていきたくて、ナナコちゃんからメッセージが、ありがとうございます、嬉しい、私もコスメ爆語りしたいですどれ使おうかな、ほんまに落ちひんらしい。パッケージめっちゃ可愛い。え？バリいい色じゃん。01番がちょっと気になるなと思って。え、紙可愛い。これにする。全然ゲットできひんらしい。嬉しい。使えてる。ん？可愛いんじゃない？ヘアメイクのやつが色ちゃいすぎて。プチめっちゃ浮いちゃった。03さっき塗ってから中央に塗ってみる。え？可愛いこの色。こっちの方がというかも、縦地はめっちゃなくなんねんけど。すごっ。こういうのさ、作ってんのすごいですよね。で、01番ちょっと中央に塗ってみる。ジェルがブルブル。どうですか？可愛くない？ありがとうございます。ちょっと今回これを使わせていただきました。最後ハイライトですね。ハイライトはこの鼻にしこのハイライトを使っていきます。これをね、取って自分の高く見せたい位置、この筋にまず塗ろうかな。ほっぺのここ、あご、おでこ、唇の上、こんな感じでメイクが完成しました。お洋服着替えてきて髪の毛もセットしていきたいと思います。はい、着替えてきました。メイクもねこんな感じで完成して、ちょっとねユニバー天気が悪そうでメイク崩れとか髪の毛の崩れ具合が心配なんですけど、楽しんでいきたいなと思います。ということで皆さん、今日の動画はユニバーの JRWM の動画でした。もしこの動画を気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。